はい、2024年3月26日火曜日朝の8時19分ですね。はい、おはようございます。はい、26度ということで湿度 76%。 はい、はい、火付けは終わってます。はい、はい、はい、天気は雨ですね。お昼から晴れるみたいですけど、まだまだ雨ですね。あら、あそこ風で倒れてますね、木が。起こしとかないとダメだな。はい、はい、ウグイスの声が今日も聞こえてます。はい、除草剤をまだ撒けませんちょっと撒かなきゃいけないって言ってて、雨が続いちゃったんでね。まあ、ただ昼から晴れて明日も晴れみたいなんで、明日も撒こうかなと思ってます。で、昼から、今日の昼から太陽が出るっていうことはね、ちょっと雨が続いたんで、今日明日で桜が一気に咲くと思われますね。はい、桜が咲いたらまたなんか見に行きましょうかね。動画でも撮りに行きましょうかね。はい、桜咲いたら一年生ということでね、友達なれる子いい子かな、本気かなんかで昔流れてた曲です。誰でも最初は一年生、一年生、ドキドキするけどどんと行け、ドキドキどん一年生、ドキドキどん一年生つってね。お湯を沸かしている最中ですが、何を食べるかということで、これ札幌一番ごま味噌ラーメンですかね。ごま味噌ラーメン味噌味、ごま味噌ラーメン味噌味、これ食べたことないですけどね。なんで私これ買ったのかもちょっとわかんないです。1983年発売だって。え、そんな昔からやんの？てか同い年ですね。1983年生まれなんでね、私。はい。今年、だから41歳になります。2024年なんで。はい。中はこんな感じです。はい、さあ、もう全部入れていいんじゃないですかね。火薬とスープだね。特製スープ。はい、今日の株はね、昨夜もまた下がったんで、先物もダウ、日経平均先物もダウも、ナスダックも SP500 も下げてたんで、売り先行スタートになる株。まあ、ただね、明日が配当金のね、3月末決算企業の配当金の権利確定日なんですよね。なので、下値はね、そこまでいかないはず。買われる、プラテンする可能性だってあるよね。昨日売られたからね。まあ、ちょっとわかんないですけど。配当通りで下げてたらね、それ配当もらえるから、買われやすくなっちゃうんですよね。なので、ちょっと今日、明日はわかんない。下値は結構底堅いとは思います。はい。はい、沸きましたね。沸きました。入れていきましょうかね。ジョバー。ジョビジョバー。はい、ちょうどぐらいです。私のこの感覚の良さは何なんでしょうか。煙。目に煙が入っちゃった。さあ、このお切りでね、これがまた湧くと思うんで置いときましょう。割り箸がもうないね、変わってこないと。よいしょっと。
かもうあげようかな。全然待ててないっていうね。いやまあでももう食べれるね。さあさあさあ食べていきましょうかね。うまそう。いただきます。うん、おいしい。今年で41歳になるんだ、このごま味噌ラーメンちゃんも。おいしい。燃えるかなこれ。まああとは消えてもまあ別に構わないんでね。カップ麺一杯ぐらいがね朝ごはんにはちょうどいいっす。でもお腹減ってる時はねご飯もがっつり食べますけどね朝から。おいしい。あ、火つきましたね。くすぶり状態からやっぱり火はつきますね。あの状態からでも。まあだから火ってやつはね、始末をちゃんとしないと危ないです。
くち、今日は風もあるんでね、結構木々が揺れてる。ツツジがほんと咲きましたね、あそこも。なかなかに綺麗。2月3月頃に椿が咲いて、ツツジが4月頃に咲くんですね。3月下旬から桜の季節とツツジの季節は同じなんですね。はい、スープも飲んでいきましょう。全部はいらない、今日は。美味しかった。このスープでね、雑炊を作りたいとこなんですけどね、ご飯がないからしょうがない。はい、美味しかった。お茶いただきます。お茶買わないとなくなってきたね。美味しかった。はい、ではごちそうさまでした。山に感謝、川に感謝、海に感謝。はい、今日はもちろんごま味噌ラーメン、41年前から製造されているごま味噌ラーメン作っている札幌一番、産業食品さんですね、に感謝しましょう。はい、ごちそうさまでした。